お疲れちゃんです、ラットです。ということで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらロイジャイやっていきたいと思います。こちらのねゴーストロイが今勝率が一番高くて、環境でなんと 77% ですね。はい、最強ですね。なので皆さんにもねちょっと使っていただきたいんですが、ちょっとウルトラ多いので一応替えのカードを軽く言っとくと、まあゴーストはダクプリまたはスケルトンかな。まあスケだとめっちゃ高回転なんて多分むずいので、まあダクプリは結構安牌で、トリトンはまあないなら五分折りならまあギリセーフで、マザネクはまあエレキがあればいいんですけど、まあエレキもウルトラなので、まあエレキなかったらまあハンターまたは回転早めるコウモリとかならまあ可能性あるかな。エレキだったら理想かな。まあマザネコはエレキないならハンターで、ウッドはロリババでいいかなと。まああとファイボーなんか嫌って人はライトニングにしたりね、まあその辺でいいかなと思いますので、やっていきます。さあよろしく。でまあ多分いろんな YouTuber 言ってるんですけど、ロイジャイで大事なことっていうのは、あ、待ってこれ当たった出ちゃったっす。ケツロイですね。まあ、ケツロイ、キング裏からロイジャイを展開していくことを言うんですけど、まあ、ロイを出して、あ、これトレネありそうだな。で、インド最短でちょっと行きますね。トレネ使わしてからでもよかったかな。うわ、あれなんか俺の持ってたのと全然違うんだけど。ちょっとね、やばいね。これはなんだ、ラバキングだな。相手の名前見てなかったラバですね。どっからどう見てもラバなんだけど、ちょっとやばいね、これ。インドが。ラバキングや。名前的にラバやったな。インドで、あんなになんかさ、隅っこのインドってなんかトレネでね、ゴースト金起動みたいなのよくあるんですよ。いやー、ちょっと変に考えすぎましたね。ごめんなさい。アドがすんごいんですね。アドがすんごいんですけど、まあ、ちょっとゆっくりいきたいかなと思います。で、結論なんですけど、さっきの話ね、結局施設ですね、相手が施設持ったら結露しないと通んないよっていう話なので、まあ、相手が施設ないなら別に結露をねしなくてもいい、まあ、できるならやった方がいい。で相手はもうこれ矢沢くんなので、これもうマザネクゲーできますね。でディーガーがそろそろ飛んできます。なのでトリトンでしっかり引っ張ってあげて延命して、なんならキング起動でこうダメちょっと受けてるんですけど、まあ、全員舞台になると考えてもらったらまあしゃあなしで、いやー、これは一応ファイボでね、守れます。ファイボで守れるんだけど、ザップ打たれると一発入っちゃいますね。あ、でもキング起動してるから、入んねえわ、俺。熱っ。で、豚パーティーからの、まあ、インドがね、やっぱ嫌なので、インドがいる間はロイジェを出さない立ち回りとかが結構正解かな。あとはゴーストでもプレッシャーかけれるんで、こんなゴーストゲーしながらね。いや、いいんじゃない？さあ、悪くはない。で、LSP はちょっと取っとこうか。LSP はね、いや、これ、ケツラバ来たなら行きます。で、まあ、ババがいるんですけど、まあ、ババだったらババでいいでしょって。これ、ヤナミ来るかな、LSP 読み。いや、これ飛んだらもう GG っすね。で、これ全部豚にします。5匹。あざす。俺のね、奴隷となれ！行ってこい。で、今、インドラ咲いて、ババも咲いてて、あなたスケドラしかないんですよ。さあ、ロイジャイ行ってね。で、この間に、もう溶かしまくりね。溶かしまくりゲーミングしてあげて、まあ、俺ぐらいになるとちょっと守りたいよねって、贅沢でね。おい、気づけばキング落ちてる。いや、序盤ちょっとしちゃったんですけど、まあなんかなんだろうな、まあラバーはねちょっとむずいかもしれないですけど、まあ今回の試合の注目ポイントはやっぱ相手のスペルがヤナーズアップだったので、しっかりマザーネクロを延命したことですね。相手のラバスケトラとかのダメージ受けたんですけど、結局マザネクが残ったことによってカウンターで1本折れてますんで、まあ、やっぱユニットの延命結構大事になってくるかなと思います。さあよろしんくんね。と相手が施設なら結露い、あとはロイジェイの前に、まあ、これはゴースト型だったらなんですけど、ゴースト生かすのも大事ですね。だからゴーストロイの形を作るのも結構重要で、なんかねロイジェイとか、まあ、ゴーストってなんかね前にいると鬱陶しいんですよ。とりあえずいい感じにね鬱陶しさが出るカードなんですよね。だから、まあ、ロインの前にゴーストとりあえず出しておけばなんか知らんけどいい感じになります。さあ、まあ、あとはロイジェイの逆サイドに流すとかね、まあ、いろいろできると思うんですけど、あ、これちょっと入るやつだ。で相手もロイだ。今回多分 SKLSP、 そうですね、ロイだ。ロイだけどゴーストではなくてスケかな。うん、そうですね、僕のスケール SP じゃなくてゴーストスケか。あれ、いや
違う違う、俺もうおかしくなっちゃってごめん。まあなんかそういうね、一番僕のゴーストの枠が好きになってね、回転がちょっと速くなってます。さあまあここはそこそこに守りながら、ウッドしいらねえか、まあまあ、さあうちの鳥と負けちゃうからね、引っ張れるんじゃね、引っ張れない。でこれねスケがねちょっと嫌っすね、僕からしたらマジスケが強いんすよ、スケがスケ無双されちゃうんでね、まあ鳥とねしっかり引っ張りながら、でこれも結局結露いっすね、このダメージまあ痛いって思う人もいると思うんですけど、結局ここで相手コスト使わなくていけなくて、俺は結露できるんで、まあその時に別にそんな悪くないっすよね。で次また結露して、で2周目ロイ行けたらなっていうので、さあよいしょ、さあケツですね、マジで世界で一番ケツが大事っす。さあケツメガゴアルファイブ打つか結構悩むんだけどな。さあトリトン、お、なんでなんか来ちゃった、お、なんか来ちゃった、待って、なんか前もさ、え、俺なんか、え、ちょっと待って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 、お、なんかちょっと待って、やばいやばい、いろいろとやばい、ちょ待って待って、今ごめんなさい、行きます行きます、トリトントリトントリトン頑張ってくれ。あ、待って、気づけばなんか右も入ってんだけど、さあしっかりね結露から形組んだ方が結局なんかカウンターとしてね、攻めれますので、結露して逆サイロイジャイ攻められますけど、それを守ってしまえば、てか守れるんですよ絶対、守ったら基本的にこう両サイカウンターでアドもなるので、エリクサーのね基本的には勝てますね、結局結露しなきゃ勝てないですね。いやなんかね、国民年金的な保険的ななんかやつでしたね。やつとか言っちゃって、でもね一人暮らしだとね、なんかこう詐欺的なやつがねやっぱ来たりする可能性もあるんでね、ちょっと気をつけないといけないんですけど、まあちょっと、ね、いろんな長々と話を聞いたけど何も覚えてねえわ。さあよろしく、まあ、とりあえずね結露ですね。でアチャスケクロスっすね、クロスだ。でロイはねクロスに対しても結局は結露いっすね、相手が攻めクロスしてきた時はいいんですけど、受ければね、それ以外は結局結露じゃなきゃね通らないっすね。うん、で序盤にロイ攻めてもテスラで結局突破できないんで、もう本当になんか序盤はダメージリードされます。ロイ出したらこっちがフリーになって、でロイ出さないとスペル削りされて、なのでまあ序盤これもうあと1分ぐらいはね本当お見合いしますね、仲良くお見合いして、まあ相手のねウッド削りファイブ削りを我慢して、で2倍タイムからまあ結露してっていうのがねさりそうですが、ゴーストが入るねこれ、いいウッドっすね。さあまああとはもう適当にねカード回して暇します、とりあえず暇してください。でどうせ5打たれるんでね、よいしょ、おでまあテスラね使ってくれたからロイジャイっていう風にはいかないですね、結局ケツですね、マジケツ以外勝てないんですよねロイ。さあまだ我慢ですね、まだ我慢、行ったらね終わります、行ったら終わりますので行かないっすね、もう我慢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 、一生これします、一生これして、さあメガゴー、そろそろねケツでも行きたくなってくるっすよね、行きます。さあケツでここは許容しておくて、逆サイね来るとしてもちょっと相手ねユニット出しにくいですからね、これさあ、いやこれファイブを打たれなかったんでかいな。さあで両サイですね、で本当はマザネク出したかったですけどね。さあ左側ね通ってますね、両サイドでロイジャイ攻めるとまあこれがねできます、でゴーストが透明化が強いですね、結局これをしなきゃでも勝てないんですよね、いやこのマザネクはヘッポかもしれないけどね、うん、まあ、こんな感じで、まあ、両サイ本当に結露して、じゃなきゃね、マジで突破できないですからね。いや、これワンチャンいってもよかったかな。
相手はもうこっからね攻めクロスしなきゃ勝てないので、クロスを出してこない、さあまあ出してこないなら出してこないでいいか。ちょっと待って、俺のマゾネクがさっきからヘッポコなんですよね。見なかったことにしてください。さあちょっと結露したいな。結露するか俺も一緒にファイブ削りするかっすね。はい、よいしょこれね、よし、これだったら俺も回転そこそこに速いから、あと最後押し切られることもないんでね、できるだけ低コストで回して、あれもガン無視でいいな、まあ、ワンチャン結露してもよかったぐらいで、ファイブ削りして、え、これ外れたらやばいな。あ、当たってるよな、さすがに。さあさあさあ、で別にクロスマジロイで壊せるんでね、正直どうでもいいっすよね。で右サイドね、相手はファイボで削りたいので、左サイドにさあマザネク出してあげて、それ相手はもう迷ってますよね。さあで、あとはしっかりロイで受けてあげれば、まあ、あとまたファイボウッドでね削るだけなんで、さあよいしょ。これね、なんか、まあ、甘えて結露とかしちゃったらしちゃったで、普通にね、ちょっと怖いっていうかね。よいしょ。ワンチャン端前クロスで持ってかれるんでね。あの、一回僕が結露したタイミングで、やっぱ逆サイクロス来るんですよ、みんな。で、そこを、まあ、たまたまメガゴクロス壊してくれたんで助かったっすけど、あれ、なんかね、耐えたいっすね。気合で耐えたい。さあ、よろしくね、と。とりあえず、ま、序盤はね、まあ、様子見して。で、落ち着いたら結露してっすね。序盤からしすぎると、なんか序盤の間にもう鬼ぶっぱして最後イモるっていう戦術が、やっぱクララ結構強いんですよ。まあ、防衛が強いゲームなので、結局ね、もう序盤からなんかエグいの来て、うわぁ、しょっぱな、初手じゃんみたいなのがね、よくあるので、まあ、しょっぱなもう耐えたいですね。ロイとか出さずに、守って守って、今度はザップとか来ますよね。パーン!いや、危ない。で、ジャイプリかな、今回は。さあ、ジャイプリプリですね。ゴースト型だと、好きじゃないので、プリンスの受けがちょっとめんどいよね。でも、樽だな。さあ、プリンスメガゴの、ゴブ小屋。いや、わかんな。なんのデッキやろな。さあ、マザネクでやってもよかったんだけど、どうだろうな。ちょっと悩んだな。さあ、バルキリープリンス。わかんないですよね。もうマジでわかんないから。ああ、もうそういう系か、もしかして。もうバルキリープリンスで攻めるみたいな。そっち系の、待って、やばい。LSP が、危ね、危ね。LSP 空振ったけど、危ね、トリトンナイスすぎるね。トリトン強いからね。で、これは多分また自分から攻めるとエグいんですよ。今みたいなカウンターが、カウンターというか、カウンターじゃねえもんね、今。バルキリープリンスメガゴのね、すごいの来ちゃうんで、まあ、今は、ちょっとね、こう無理に攻めるんじゃなくて、まあ、イモリですよね。ロイの強いとこってね、このロイ出さずにね、ゴーストとか小物でイモるのでも、まあ、ある程度ダメージを稼げるですからね。さあ、いい感じにね、タワーも入れてあげてと。さあ、来た。いや、すごいな。相手の。気合がちげえ。まあ、ここちょっとダメージバルキリ入っちゃうんですけど、もうカウンターですね。いや、マズネク、豚が欲しい、豚欲しい。さあ、行ってこい。これを、まあ、守られたら、まあ、ドンマイ。まあ、普通は守れないっすよね。しかもメガゴでね。メガゴでね。いやー、いい、嫌な雨だ。さあ、マザネク、ちょっと頑張ってほしい。いや、でも、ダメージ的にはやっぱね、もう、勝ってますね。ロイの一発とね、スケラのあんな数発だったら、もう、天と地の、うっ、差があるよね。さあ、ファイブ打って、ファイブ打つ場所も小屋ぐらいしか僕ないんでね。あとはマザネクだけ取っとけば、相手ヤユキだったんでね、めっちゃ相性いいんじゃないかなっていう。まあ、巻き筋はマジで、あの、プリンスね。このプリンスだけね。さあ、で、マザネク。で、マザネクをこのタワーのね、キングタワー近くに出してあげて、その対角上ですね。まあ、今回だと右上の位置に、あの、ユニットを出してあげると、スケルトンラッシュって守りやすいんですよね。逆サイドだったら、この、キング裏と、この辺ね、左上に出してあげるみたいな、対角の位置に出してあげると結構守れます。マジアチャプラス、他のユニットとかね。さあ、ビッグバグ。ビッグ、ん?ビッグバグ。
さあどうしようかな。とりあえず序盤まあ待ちっすからね本当に。さあ来た、はしまえプリン、こかっちゃんですね。まあこかつは、まあ最近のこかつ界なんかもうみんなうまいんですよ、ね、うますぎるやろっていうぐらいうまくて、まあはしまえプリンで一生削られちゃうっすよね。まあこれも結露いですね、ほんと結露いしなきゃ通んないっすね。で、枯渇は逆に序盤結露いでも良くて、これレスピ飛ぶよな。だって相手のデッキがまあ枯渇って分かってるんで、来てバレルなんでね、抑えられますよね。まあインフェじゃなかったのは救いですけど、まあテスラもなかなか突破大変だな。さあ。これ一手消したな、結構やりすぎぐらいだけど、相手もスケ型なんですよね、最近。あれ？ごめんなさい、嘘つきました。最近の枯渇ね、スケ型がもうね、使われてるんですよ。いや、だから、君もどうせスケだよね、と思って、今、LSP でね、神感電したと思ったら、ゴリゴリギャング出てきたっすね。さあ、ギャング型は、でも多分勝ちやすいっすね。というのも、なんか、結局、プリンセスとテスラが高回転で回るのが辛いんですよ。で、やっぱギャングになってる分、ウッドで剥げるし、回転率も落ちてるから、勝ちやすいんですよね。そう。まあ、だからこれはもらったようなもんですよね。ゴーストも行きますしね、ギャングだと。スケだとやっぱ囲まれちゃうんでね。これはゴースト流してナイトをトリトンで引っ張れば相手陣地でゴーストが無双するよね。さあ。ギャング。いや、いい位置のギャングだな。いや、このウッドいらんかったな。あ、一発ありそう。まあ、一発入ったけど、ちょっと痛いよね。さあ、LSP 感電。いや、マゼンク強え。で、これは、いや、行くか迷うな。でも、結露いだよな。結局は結露いなんですよ、マジ、クララは。やっていいや。マジ、結露いっすね。本当に。あ、でも、ここに関しては、行っていいと思いませんか、皆さん。だってトリトンもマザニックもメガゴもいてみたいな、これはまあ誰が見ても行ってもいいやんっていうのはいきます。でテスラが、いやーテスラの位置変えますね。ファイブ警戒でね、いいテスラですね。でなんか結構余裕超えてるんですけど、僕普通にね今んとこちょっと負けそうなので、しっかり気合い入れてねやっていかなきゃやばいよねっていう話よ。さあ、まあ、延命来たらマザネクで豚にします。豚になってもらって、で、ケツだな。え、てかさ、俺のさ、なんか消えた？あれ？俺のマザネク消えてんだけど。ちょ、マジかよ。ちょ、マジで、ケツロイしなきゃやばい。一回これでリセット。さ、ケツです。いやー、こっからですね。僕の勝負は。で、バレル豚にする。トリトン、でロイですね。右サイドに出したいね。これ結局今このタイミングで右に左にテスラを相手が使ってるんですよ。だからこの2周目のロイが刺さるってなるんですけど、本当は左も刺さるっていうね。いや結局マジでね、2周目ロイが強すぎるんですよね。うん、間違いなく。大体はもう、端前プリンとかで削るしかないので。もう、ここ今、テスラがね、一個ギリ追いついてないサイクルなんで。さあ、ファイブでも削ってあげながら。で、ここら辺にギャング。いや、うまいね。よいしょ。大体のプリンのダメージね、嫌なんで、トリトンでタゲ取りながら。いや、これ、おっきいね。よいしょ。あとも、ぶっちゃけファイブでも勝てるんで、僕。ここで、相手ないと豚にしてあげて、この豚のダメージを稼ぎます。で、ロイも出さなくてもいいわ、ぶっちゃけ。ゴーストで攻める、ウッドで守る、で、豚にしながらのファイブ削りね。で、これまたここ豚にして、で、僕の負け筋相手のバレルが通ることもあるので、そこだけちょっと警戒して、さあ、あとは、まあ、ウッドで削、ウッドで守って勝ちかなっていう。OK! いやー、ちょっとね、ヒヤヒヤしだすけど、やっぱね、後ろでロイジャイ展開して、2周目ロイをすることによって、やっぱ流れが変わりますね。
マジで結論ね、覚えてください皆さん。はい、というわけで今日はね、今の環境勝率1位のゴーストロイ使ったんですけど、まあいろんなね、最初にも説明したんですけど、ダックプリ型とかね、いろいろエレキ型とかあるので、よければそっちの方でも試してみてください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。